アスベストで被害に遭っている人たちの声を率直に聞くことを求めます。命、健康に害を与えるような仕事をしていることを国も知っていても、そのことを厳しく注意する必要はない、そういった判決です。家族の気持ちが分かりますか。私は主人が余命宣告を3ヶ月から半年と言われ、その3ヶ月さえも持たず余命宣告を受け、たった9日です、たった9日しか生きられなかった命を、みんなはどう思いますか。裁判所は私たちの判決にマスクをしなかったのが悪い、石綿工場で働いたのが悪い、石綿工場の経営者が空調設備をしてなかった、それが悪い、知っていながら仕事をしたんでしょうって、そんな言い方がありますか。私の主人は子供のために、家庭のために、頭から足の先まで真っ白になり、それでも私たち子供たちには愚痴も言わずに一生懸命働いてくれました、笑顔で働いてくれました。これが悪いんですか。道行き皆さん、これが悪いんですか。ここで立ち続けなければいけないんですか。いつまでビラを、いつまで訴えを続けなければいけないんですか。今日はそういうことで、はいはい、昨日の判決を、はい、受けてですね、はい、昨日とんでもない判決が出ましたけども、はい、この、はい、判決に関わらず、はい、本当に私たちの気持ちの、被害者の気持ちを分かっていただいて、はい、救済していただくことをお願いしたいんです。はい、どうぞお願いいたします。私たちの苦しみをどうぞ分かってください。お預かりいたします。よろしくお願いします。このアスベストによって犯された被害があまりにも悲痛な被害でもあります。私の父も乳石綿工場の窓から飛散するそうした粉塵を吸ったために13年間も寝込んで苦しみました。まるでミイラのように痩せ細り、何にも食べられなくないなってしまって亡くなっていたのです。吐くことも吸うこともできない息苦しさの中で、これを訴えてほしい、そのように言って亡くなってしまいました。アスベストを吸ったためにこのような悲惨な死に方をするんでしょうか。なぜこのような方が本当に自分たちの力を持っていることも発揮できないまま死んでいかなければならないんでしょうか。私たちは苦しい、そんな立場の中で一生懸命戦って訴えてきたのです。その訴えをどうして裁判官に届かなかったんでしょうか。本当に情けない思いでいっぱいです。